はい、どうも皆さんこんにちは。種族青少獣追加されたんですけれども、新たに追記が来ておりました。グランブルーファンタジーニュースの方でですね、でバハムートウェポンのスキル効果は変更前の種族ハテナハテナハテナと同じ扱いになりますと。いや、結局のところ青少獣、種族青少獣ってやつを、まあ、ちょっと新しくなんか使う、ハテナハテナハテナからプラスワンみたいな、なんかそういう感じなんでしょうね、おそらく。あ、というか、そうですよね、種族ハテナハテナハテナにしておかないと、ロゼッタとかも正体が、まあ、分かってる人は分かってるじゃないですか、ローズクイーンっていうのは。分かってる人は分かってるけど、もうロゼッタが最初に出てきた時に、そのルーマシー群島でしたっけ、いや、出てきた時に、もういきなりなんか、種族、青少獣って書いてあったら、もうルリアノート、ロゼッタ何これ、ルリアノート見よう、見たら、種族、青少獣っていう風に出てたら、めっちゃウケますよね。まあそんなわけでですね、まあ、バハムートウェポンのスキル効果は種族ハテナハテナハテナと同じ扱いということで、何も変わらないけど、さらに追加の、第二スキル的な、第二種族、青少獣、まあ、おそらく新武器の方で何かしらのアクションを青少獣っていうのを利用したね、青少獣のみ死ぬ技とかね。あのフェイトの神聖みたいな、完全にエルキドゥでやられますみたいな、多分そんな感じになるんじゃないかな。したらひどすぎるけど、ゾイだけ殺す気かよなりますけど、まあそんな風にね、バハムートウェポンのスキル効果はハテナハテナハテナと同じ扱い、つまり全く変わらないということでね、うん、まあそんな感じでした。情報間違ってたということで、すいませんでした。じゃあまたね、バイバイ。